はい、皆さんこんにちは。村長スタジオです。キャプテンプラグインズエピックのお話をしていきましょう。前回はキャプテンコードを中心にお話ししました。今日はキャプテンリクのお話を進めたいと思います。そしてそれらを連携していきます。まだ前回の動画を見ていない方は、このシリーズの第7弾というキャプテンコードの YouTube を参照ください。ではキャプテンプラグインズのリープをインサートします。はい、ここにキャプテンリープがありますので、これを DAW の方にドラッグします。今連携しました。ちょっと右の方にやっておきます。そしてキャプテンコードを立ち上げます。キャプテンリープの方はキャプテンコードのコード進行も全部シンクロしています。そしてキャプテンコードがどんな感じかというのが灰色の表示で確認できます。そして今、仮にこのようなベースの音が入っています。これらを変更するときはどうするのでしょうか。ここでリズムというプログラムがありますので、ここを押しますと、このようにジャンルなど変更できるようになっています。必ずキャプテンコードと同じようにする必要はありません。ここで適当なジャンルを選んでみます。すると右の方に、その中のプリセットが表示されます。ちょっと選んでみましょう。このように変わっていきますが、ここにランダマイズ機能がありますので、これを押します。このように変わるわけです。それではベースと一緒に鳴らしていきましょう。こんな感じにランダムにフレーズを切り替えていくこともできます。ちょっと次は音源を切り替えていきましょう。音源はここを押すと、このように音源を選ぶ画面になりますので、ここでまた鳴らしながらやっていきます。こんなように、すごくトリッキーなものからノーマルなものまで、いろいろあります。前回コードのところでもお話ししましたように、自分の持っているプラグインを音源として使うことができます。ここでイージーベースを使ってみます。はい、ここにトゥーントラックがありますので、ここでイージーベースを選択します。OK をすると、イージーベースの画面がこのように立ち上がります。ちょっとかなり大きくしていますので、少し小さくします。はい、これで音を鳴らすことができます。もう一度プラグイン画面を出すときは、ここを押すとプラグインの画面が出てきます。そして音色を変えてみたいと思います。はい、こんな感じに変えました。変えましたけれども、オクターブが低いせいなのか、音がこもって聞こえます。オクターブを上げたいと思います。そういう時は、このようにして編集することもできます。こうやって選択しましたら、
ここにオクターブというのが出てきますので、オクターブ上げたいと思います。これでもう一度鳴らしてみます。まだ高いオクターブでもいけそうですね。このようにして編集もできるわけです。音符を付け加えたりするのは、鉛筆で新たな音符をこのように加えることもできます。また右クリックで消すこともできます。ここにはブラシという、とても面白い機能があります。今ここが16分の1となっていますが、8分音符ぐらいでちょっと書いてみたいと思います。あまり気にしないで、適当にここに書いていきます。このように音が描けたわけです。これじゃワンパターンになりますよね。もちろんここで四分音符などとの組み合わせで、これを切り替えながら書いていくこともできるんですけれども、これにも面白いプリセットがあります。ここを選択しますと、シンプルというのもありますが、コンプレックスという複雑なものもあります。これを選択します。これで書きますと、飛ばし飛ばしになったりします。ここで選択して、もう一度このように書いていけるわけです。これで適当に書いてみたいと思います。このように書けます。9小節目にもちょっとかかってしまいましたが、別にこれはオーバーしても構いません。もっとむちゃくちゃに書いてみましょう。これでどんな風に変わっていくか、聞きながら見ててください。子供のお絵描きのような描き方をしても、あまりおかしくは感じなかったと思います。それはどうしてかと言いましたら、Deek というベースのソフトには、音階が通常のオクターブの12半音ではなくって7音しかありません。これは今選んでいるキーとスケール。今の場合は C メジャーになっていますので、ピアノで言えば、発鍵ばかりで構成されているということになります。そのスケール内の音ということになりますので、少々むちゃくちゃに書いても、スケールが外れることはないですから、あまりおかしくはならないということです。もう一度それを思いながら、聞いてみてください。もちろん気持ち悪い音もあるんですけれども、それらはこのムーブモードにして、後から音符を編集することもできるようになっています。先ほどもやりましたように、今は VST プラグインの Easy Less で音を鳴らしています。このフレーズは、このようにドラッグ&ドロップで書き出すこともできます。ここに9小節目より多く書いた音符もありますので、こういう時はここを縮めておいてください。そして前回もお話ししましたように、ここでプレイミュージック、フロムプラグインというのをオフにすると、このように青い画面になりますので、こうするとインストゥルメントトラックに、ドラッグ&ドロップした、この音符で音が鳴るようになります。ちょっと鳴らしてみましょう。
フレーズが蛇のように書いた音符でできていますので、少しリズム的におかしいところもありましたが、もう一度ランダムにコンピュータに作らせてみます。このようになりました。これで演奏してみます。その時はこれを一旦消しておきます。そして先ほどもやりましたように、ちょっとオクターブが低めでしたので、オクターブを上げておきます。私が書くよりも、これの方がすっきりしますね。コンピュータは賢いです。その他、ベロシティなんかで細かく音を修正することもできます。例えばちょっと高い音。このように選択しまして、ベロシティを少し上げておきます。こういうことですね。こういう編集が簡単にできます。リズムのタブはこのようになっていまして、先ほど余分に追加された部分はこのように広がっています。これは戻しておくこともできます。こうすればこの部分で、ランダマイズしたフレーズがここまでで、ちゃんと収まります。それでは次の機会は、メロディーをここに乗せていきたいと思います。村長ウスタジオ、中の人でした。